今日は臨時休館です。すごいですね。図書館に日経新聞を読みに来たんですけど、閉まってます。前聞いた話では災害時のためにわざわざ24時間空けてるらしいんですよ。そこがやめるってのは何かあるんかな。あとこういうところってあのね、新たなね、部署とか席を作るために、そのために作ったっていう話もありますもんね。そういうところがなくなったってことかな。いい方に解釈しよう。まあ無駄な経費はやめてよかったんですよ。